お疲れ様スラッタス教室こちら高回転メガナイトラムやってきます。さあ俺の考えたですね、高回転メガナイトデッキがなんと世界上位でだいぶ使われてます。はい、かつなんかアレンジされてますね。はい、もともとはメガラムで、このファイボの枠をエレスピだったんですけど、まあ、今そのファイボ型、であったり、まあ、あとはね単純にこのメガナイトの枠を進化ペッカにしたり、まあ、あとはそのね今ペッカが流行ってますんで進化ペッカにして、さらにヤリゴブリンの枠をアイスイズンにしたりとか、まあ、なんかでも高回転は軸としてちょ公開でラブデッキ、流行ってますんで今日ちょっとファイボ型をねやっていこうかなと思います。まあ、ありがたいですね。はい、世界上位の、まあ、プロとか、まあ、本当猛者たちに俺の考えたデッキがパクられ勝手に数枚変えられ世界一桁とかで使われ、めちゃめちゃありがたくはあるんですけど、はい、自分の作ったデッキに負けるのもちょっと悲しいとか言ってたら可能性出てきたな。おい、マジそうじゃね、やりこぶコウモリザップよ。いやマジ同じ来ました、今話してたらそれです。もう俺の考えたデッキがありがたいことに世界上位で輝いてるんですけど、俺はメガネットなんでこれペッカだった場合にマジきついっていう話。めっちゃ入るよ、メガネットよ、おっついやいい、全てがいい方向に。いやキンキマジでだるいな。いや、え、穴埋めになってる。いやマジでこれです、俺がさっきから言ってる数枚替え理論もうパクってなんかが穴埋めになってんだ。でザップもあったな。まあなんだろうね、エレスピの枠とかが穴埋めになってパクってる。すげえ、話してたらそんなすぐ来るっていう。エレスピあるやん。え、おいしすぎんやばい、でも最強来てる。やばい、逆に飛べる。いやー強っそれ。おーがすごっていう話ね、今俺が言ってたやつです、まさに。まだメガネだってね、簡単な話2コストで守れちゃうんで。よしよしよし、圧倒的に押してはいる今の状況ね。ケツラムしたっていいけどな、まあ、別に無理してしなくてもいいけどっていうね。惜しい、止めろよ。やばい、やる気のなさが出てる。ラムのケツメメガナイトこれさ、どうなんだろう、ノックバックしてさ敵陣地戻られちゃうからさ弱くね、俺のメガナイトこれ。逆に変なノックバックとかしない方が嬉しいみたいなのか。これやばい、で敵陣地行ってさ勝手に死ぬやんこいつ。やばい、マジバカすぎる。やばい、マジで助けて。いや待って、なんかなんかよくわからんな、なんでこれ。まあ攻めなきゃなんかまずいことだけは分かったんで。熱い、いやダメしかない。オッケー、まあ、マジで危ねえ話したそばからよ。何がいなかった、何かがいなかったな。スケかな、スケがやなめになってたかっていう。はい、すごいね、使いやすいんだと思います。適当に低コストで回せますしっていう良ければ皆さん使ってみてください。さあこの人は迫撃砲かな、もじゃもじゃ迫撃のイメージがあります。内側はマジで嫌いだな、いきなりもう行っちゃおうって。え、ゾッピョ、え、いや迫撃
あー、メガナイトディガーが珍しいな。あ、MK枯渇か。いや、近畿でかっ。迫撃砲普段使ってるプレイヤーだとは思うんですけど、やめたんだな。珍しい、このプレイヤーがメガナイト枯渇を使ってるのはね。よし、マジメガナイトのキング起動だけちょっと無駄にうまいんだよ俺。マジ無駄にそこだけなんか慣れちゃってるっていう。なんか良くなかったかもな。なんかぶっ飛ばされてさ。いやー、小村系ちょっとだるいな。左行くか。進化目かなこれ。活躍すんのかな、難しいな。頑張れ、お前ならいける。メガナイト、え、マジ熱い、ほんと熱い。よし、え、マジだいぶ頑張ってる。ボンバーマジでごめんな。マジでこれあるかな、ワンちゃん。ふぅー、危ねえ。ファイブザットファイブ、こういう呪文削りもファイブになることによってね、できますよと。危なすぎる。2連続メガナイトか、ちょっと嬉しいな。もしペッカばっかなんだよな今。そう、でもこれちっこいのがいっぱいいればね、頑張れる。レイジか、やだな。まあ暇なんで手札回しして進化ザップをこれで貯めたい。いやー、ペッカゴブジャイっぽいな今んとこね。いやな、雨。トリトン使った。まあラム行ってもいいけどみたいなね。いやな、ペッカか。ペッカの後ろにゴブジャイつけられるの嫌ですけど、ここちょっとちょっかいかけたいかもね。このボンバー単品で生かすのもったいないしね。やっついこれ。いやー、進化ザップ打ってもよかったけど、まあ打たなくてもいいかなっつってなりました。痛い。いや、打ってもよかったかもな、1倍タイムの削り。悩んだな。よし、呪文多すぎやろ。ボイドレイジ、やな、めちゃうかな。まあトリトンサイトシっていうワンチャンペッカ。いやー、でかいこれ、このダメージ入りすぎじゃね。
それまずいね。マジ奇跡的な耐えはした。でかすぎるぞ。あるぞワンチャン。誰が止めれんねんっていう話なの。回復すんのにさ、ぶち壊れペッカ来てる。あーマジでかわいそうすぎるマジで理不尽すぎるいやーペッカゴムシャイはね、仕方ないっちゃ仕方ないよな。なんか守りたかったですね。コストがなかったな。いやマジでほんと環境最強デッキです、進化ペッカゴムシャイ。グロすぎる。あれ本当に何でも勝てるよな。あれ何に負けんだっていう。めっちゃ強い。おバナさんはまあゴレの人だな。現環境いんのかって話だけど、はい一旦組んで考えよう。きつそうマジ心配すぎるか。ゴレで頑張ってんのすごいよな。おもろすぎはする。すまねえな。進化メガにも進化ペッカにも勝てねえんだろうな、ゴーレム。ごめんね。相性良くてごめんね。まあ。これは俺が守れるかって話だな。うるせえな、おい。よし。ハイボーで頑張りたいな。ハイボーザップで。やば。いや、でも。よし。やめてくれよ。まだバラさんこういう人だからいいか別に。マジであのはいこんな人です。全然なんか一回同じチームで大会とかも出て通話とかもしてなんか絡んだことあってこんな感じです。いやそれちょっとまずいな。まさかのね面白いキャラ出てきたよ。ブラスターがさこれ強すぎて止まるっていう話する。でラムライダーが優秀すぎてさペッカも後ろに下がるっていう話する。よしこのデッキは時間稼ぎ優秀です。ういナイス。まさかのゴレペッカにも勝てちゃいますよと。
ゴルペッカやばいな。さっきもゴブジャイペッカだし、もうすごい、なんかラバとかにもペッカ入れても強いんじゃねえかっていう、正直本当にね、それぐらい強いよねペッカタン。全てのデッキに入れるポテンシャルがある。ロイホグです。ファイボメガナイトボンバー熱いな。さすがに、いやこれも序盤メガナイト使いたくないな、禁忌されちゃうんでね、そこだけ気をつけたいな。まだ着衣が単純に強い。てかボンバーが入ってるんでなんかないな。何がないんだ、何かがないっす。エレスピ的なウッドデリベレーあったもんね今。何がないんだろう。スケか。ポイズン。なるほど。新しいの。クエクじゃないロイホグね。ブラスターだからってことか。でかい。左の方が入ったパターンね、俺視点は。まあこれだけで、あ普通に事故ってんの。ナイスー。いやさすがに強いな。ファイボーになってんのが良すぎていいな。ポイズンだったの。ボンバー、いやでもボンバーになってて陸受けが1枚なんか薄くなってんだろう。まあスケか、はい、スケがなくなってるから苦しかったっすね。ファイボー意外といいね。最悪使わなくてもいいかんね。最悪使わずに回せるし、別にまあ使いそうだったらね、刺さりそうだったら使えばいいだけなんで、無理して使わなくていいのがいいな。LSP だったしな、もともと。スケラにちょっと戦いづらくなったぐらいかな。いやー、ワイボめっちゃいいやん。ラバめっちゃ相性良さそうだな、ファイボになっただけで。やりこぶコウモリブラスターで、ラムもあってさ、これやばいな。タイラバめっちゃいい気がするけど。しかもメガゴや。メガゴスケドラや。あっつ。いや、これでも始めればワンチャンあるな。おー、捨てるタイプか。偉いな。まあでもこれババで囲まれて、終わりそうだけど、許してくれたりしないかな。でかい。まあラム行って雑にボンバー回収ですらも強いけど、バルーン止まんなくなっちゃう。うわー、いい許容やなそれ。
優秀すぎるやつおらん、一体だけ。まあ、ちょっと痛いけど、まあ相手これキング狙ってんのかな、どうなんだろうね。いや対空強っ明らかにファイボーになってタイラバに強くなってるわ。もともとファイボーがエリスピでもタイラバ全然戦えたのにね。いいな、ファイボーマジでめちゃめちゃいいな。よろしく、進化ザップを。最悪すぎる、やばい、これマジ金キックされて負けるに。初手ホグは犯罪です。はい、いや、ゴコスラム行くしかないんすね。ジコレ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 初手ホグにメガネット出して禁忌されて負けるっていうのがテンプレートなんですけど、まあ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 一旦耐えたい。ラム防衛だっていい、何でもいい、何でもいいから一回耐えたいな。来ないか、何でもいいから一回耐えたいなーっていう。はい、ひとまず耐えて、まあ2倍タイムからが私のターンって話ですよね。ジコレ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 、いや強すぎる、イチコスがね優秀だよね。いやまあキングけど痛すぎるけど、痛すぎるけど、まあ最低最悪ではないか、最低最悪ではない、ないと思いたい。いやー低コストで回した俺偉すぎる、常に自分を褒めることは大事。よし、ボンバ偉い、かわいい。よし、ホグ警戒しちゃってね、偉いよね俺、偉いね、ホグ警戒できたね。あーだるい、全然深いすぎる。これでも相手の方がきつくない、なんか大砲きづらそうだしね、やりこぼ入ってるし、ボンバ一発、にゃー一発殴れないか無能が、おい何やってんねん、おい厳しくいくのも大事。いやつ優秀すぎるやんブラスター、そこまでお前に求めてなかったのに。でもファイブあんのか俺、ちょっと熱いな、そういえば、そういえば忘れてました、俺ファイヤーボールありました。アイスマジお前優秀すぎる、
熱すぎる。さすがにさ、これさ、新加助にメガネ取って食われたりしない？大丈夫あんた。食われそうじゃね？さすがに？嘘よ。冗談で言ったんや、こっちは。マスケのサイクル入っよ。どうなってんの？相手も持ってるか。ラムライダーのサイクル入っよ。どうなってんの？いけ！右左が、右も。タイブレイクでファイブオーバーを削りあります。この状況で打つ男。マジで削るしか考えてない。いやラムボーイあります。えらいね。ラムマジで。いやこれファイボーなかったらいじめられます。敵陣地に一生マスケット重視と大砲残っていじめられるんですけど、ファイボーによってね、大砲とあとはラムライダーの縄でね、ちょっとダメージを耐えれるとファイボーでマスケット飛ぶんでね、それが優秀です。さあ、ということでこちらメガナイトラムですね。進化ピッカでもまあ強いんですけど、ですけどね、メガナイトで夢もつかめますんで、ぜひこちらメガナイト5型もやってみてください。ちゃんとここもおっしゃってた、おっしゃってたまたね。